中国バス、株式会社中国バス、中国バス、英訳名中国バス仕様、LTD は、両ソナエホールディングスの子会社で、広島県東部をエリアとする両ソナエグループの路線バス、貸切バスの会社である。なお当社は、JR 西日本グループである、中国 JR バスとは、無関係。中国バスは、福山市、小野道市、三原市を中心として、 広島県東部一帯の広範囲に路線を持ち、山間地の路線が多い。近年県内、県外、関西方面への昼間高速バスを多数運行している。南北に伸びる鉄道が福縁線のみであることから、地域の生活の足として、古くから感染的な中長距離路線を運行している。一方で、ローカル路線の乗客が減少したことや、高速バスの過藤競争から、 経営環境が苦しく、乗務員に無理な運行を強いるなどの行為が、たびたび露見し、当局より指導を受けるなどしてきた。経営環境は好転せず、2006年には整理、改修機構の協力の下で、企業再生スキームを活用した指摘整理、再生手続きにより、経営権を、岡山県の両備えバス、現在の両備えホールディングスに譲渡することを決めた。 そして12月22日に、両備のエバスが設立した、新法人の株式会社中国バスが経営を引き継いだ。旧法人の中国バス株式会社は2007年3月8日に、広島地方裁判所福山支部に破産手続きを申し立て、同12日に開始決定を受けている、負債総額は144億円が、後日の通り2010年に破産廃止となり、完全消滅している。 経営状態の良い,い中国商事、後のサルボ両備えについては、両備えグループに直接吸収される形となっている。2012年11月1日からは、バス事業を廃業する伊笠鉄道からの譲渡を受け、同社が展開していた一部路線と高速バス3路線、貸切バス事業を引き継いだ。旧伊カ鉄道路線については、社内カンパニーの伊カバスカンパニーを新設して、 同カンパニーの担当となる。なお、一般路線の中国バスにおける運行は、道路運送法第21条1項による緊急措置の扱いであることから2013年3月31日までの暫定措置となっており、2013年4月1日からの経営形態については年内に別途検討を行い、引き続き両備えグループで引き受けとなった場合は、 新会社を設立して運行することを中国バスの親会社である両祖内ホールディングスは表明していた。2013年4月1日から岡山県内完結路線と岡山県、広島県を越境する路線は中国バスの100%出資による子会社として設立した株式会社へかバスカンパニーに承継し福山市内完結路線については中国バス社内カンパニー イカサバス、福山カンパニーによる、暫定運行を9月30日まで継続した後、10月1日から一部路線を廃止、中国バスの運行に一本化、デマンドタシしに移行の上、越境路線と同様に、イカサバスカンパニーにより運行することになった。現在の株式会社中国バスは、法人登記の上では2006年12月に、両備えバス、現、 両村内ホールディングスの100%子会社として新たに設立された会社であるが、その源流をたどれば1931年3月に設立された新市自動車がその源である。足名郡新市町に設立された同社は、すでに1921年に設立されていたニコニコ自動車商会を吸収合併する者の,の会社名は、旧されたニコニコ自動車商会とし、 その後も近隣のバス会社を買収しつつ規模を拡大していった。本社の位置は1941年、福神自動車との合併をきっかけに福山市に移したが戦争のためかほどなくして府中市に移転している。中国バス株式会社以下旧中国バス設立の直接のきっかけは1961年に名称変更したニコニコバスと 1964年8月に鉄道路線を廃止してバス専業になった尾道鉄道との合併である。1970年2月に設立された同社は福山市に本社を置き、以後ビンゴ地域を営業地域とした路線バス業者として営業を続けていく。合併後の主要株主は近畿日本鉄道、広島日野自動車等の法人や旧尾道鉄道。 ニコニコバスの経営陣等の個人だった。高速バス路線の積極的な開設は、1990年に外部から浜岡厚生が社長に就任してからとなる。それまでも三原、小道、福山東京、三次大阪の高速バス路線は開設していたが、ローズライナーの路線開設で中心的な役割を果たし、成功を収めて以後広島交通とともに、 ビンゴ地域と広島市を結ぶ高速路線バスの開設を続け、またビンゴ地域とその他の地域との高速バス路線会も積極的に行っていった。しかし、高速バス路線用に必要な大型バス、購入資金の借入金利や、減価償却費負担が膨らみ、会社全体では赤字基調となってしまった。自社不動産の自家評価への評価がやや減収を行って、 帳簿上は黒字とした時期もあったが、ついに2006年6月より、資金繰りの行き詰まりにより整理改修機構の企業再生スキームを利用した指摘性手続きを始めた。事業行き詰まりに手を差し伸べたのが、両備内バスを中心とした両備内グループであった。すでに古海社岡山電気機,機動を通じた、南海電気鉄道岸川線の引き受けで実績を作り、 その他にも岐阜市など地方の公共交通路線の引き受けに積極的だった両ソの A グループは本来の営業基盤である岡山県南部に近いことなどから引き受けに回った。そして株式会社中国バス以下当社が2006年10月16日に会社登記、12月1日に設立され12月22日付で旧中国バスより 一切の事業が譲渡された。同様に、中国商事など関連する子会社も、両備内グループ参加となっている。当社事業開始直前には、両備内バス、現、両備内ホールディングスから、整備スタッフが派遣され、車両の総点検が行われた。同時に、車両の点検整備も、両備内ホールディングス基準での整備点検の基準に、改められた。旧中国バス時代は、 メイプルハーバーの火災事故に代表されるように、整備が行き届かず故障発生率が高かったという。事業を上渡した旧中国バスは、2007年3月に破産手続きが開始された。2010年10月19日付で、費用不足のため破産廃止となって当規模が閉鎖され、法人格消滅。当規模で確認、同社は、明日ともに79年の歴史に幕を閉じた。 なお、子会社のうちニコニコ観光、中国タクシー、三原交通等一部は、両祖内グループ入りせず独立系に移行した。パス P については、2008年、福山市内線、府中線、木の山線、鴨線、平成大学線、北部ゾーンバス、市内ループ線から導入を開始し、その他の路線については2009年に導入された。定期券については、 完全にパス P に一本化せず、利用者の希望に応じて、紙製の補充定期券とパス P 定期券の両方を販売している、以下サバス。C も同様。両備えグループ入りした後、2009年から安全工場に向けた日本一安全な運輸企業大作戦という取り組みが行われていたが、2013年11月26日には国土交通省から、 乗務時間等順指違反、点呼義務違反等の文書警告を受けた。括弧内は、最寄りバス停留所の詳細は、各路線の記事並びに外部リンクの中国バスサイトを参照。この情報は2009年4月1日現在のもので、ある。路線詳細は、現地にて、要確認。なお、主な路線の詳細な運行案内は、外部リンクの中国バスサイトを参照。 2017年4月1日より、福山地区、尾道地区、三原地区、エアポートリムジン、三原広島空港線を含む、福山市北部、府中市、神石高原町、尾道市三木町のゾーンバスを除くで、路線番号を導入している。中国バスは主に、福山駅周辺の平野部、干拓地や、住宅地、および JFE スチール、西日本製鉄所、 福山地区への路線等を担当している。市街地を走る路線は、循環系統が多く、これらは、経路が複雑である。なお、同じく、福山市内を運行する友鉄道とは、回数券の共通化、パスッピー導入などの連携を図っている。長距離路線としては主に、福山駅と県北の行き、原人赤高原町、東城、現象原市を結ぶもの。 福あずま線及び福山駅から府中へ、また、県道24号を通じ、木の山及び国道486号を通じ、尾道市の三木地区に達するものがある。木の山方面の路線は、福祥線と小市上下及び小原まで達していたが、現在は路線が寸断されている。また、四北方,方の駅下、駅下団地、服部線、 足田地区については、福山駅との直通運転を取りやめ、途中停留所、中国中央病院ほかで乗り換えるゾーンバス制度が導入された。このほか、府中市周辺の山間部に路線を持つ。前身の尾道鉄道時代より、国道184号を通じ尾道市三に地区、市、鉱山、玄世良町、三次市への路線を運行していた。かつては、 尾道市鉱山3時を直通運行及び鉱山営業所での連絡を行っていたが、現在中国バスの路線としては、尾道鉱山が残るのみ。尾道市街地を南北に貫く、バス路線は184号を通る桜戸手経由、長江通りを経由する長江経由、市道の栗原本通りを経由する栗原経由があり、尾道の市内交通は、 尾道バスが担当しているが、現在桜戸経由は中国バスの運行が多い。逆に栗原経由は廃止となっている。近年まで郊外バスである中国バスは旧尾道市営バスエリアであった亀川以南のバス停の数が著しく制限されていた。尾道市営バスがバス停37を有する共通路線内で、 中国バスが使用できるバス停はわずか16に過ぎなかった。ただし現在は、両車同一となっている。また、県道158号を開始尾の市、し、原田地区への路線を持ち、路線は府中に達している。パス P 導入後、同社の回数券は廃止されて久しいが、おのバスとの競合全区間で、おのバスの回数券が利用できる。三原駅より、 県道25号を経由し、栗町、玄三原市から鉱山営業所に至る。また、市街地において、三原市交通局と共同運行を行っていたが、現在は、助水管関連の路線及び、三原市交通局の民営以上ない移管された、八幡線。現在は、すべて柿内で乗り換え、柿内本庄佃橋間は、八幡町民タクシー、桜号、 八幡町内会が運営し、区域交通が、自宅運行する、予約制乗り合いタクシー、月曜日、水曜日、金曜日のみ運行に、移行を除き撤退した。三原駅南口のバスターミナルからは、空港リムジンバスを除き中国バスの姿は見られなく、なった。助水管へは、小道、鉱山、府中、三井津に、福山方面からもスクール便を運行している。 イスズ製と日の製が中心で一部に三菱不装製も在籍する。使用年数が長いため経年者が多く残っているのも特徴で一般路線バスでは中古車も導入している。高速路線用にも短距離路線を中心に中古車が多く、最近では親会社の両備内グループ各社からの移籍もある。三菱不装製の新車はこれまで導入してこなかったが、 両備えグループ入りにより、2007年は三菱、不走性の新車が登場している。また、中古車として1980年代中期以降、在籍がなかった日産ディーゼル、当時、ゲン、ドトラックス製も、一般路線バス用に導入された。三菱不走性の観光バスタイプの車両は、新しく導入されたイガス浄化システム、尿素、SCR システムが使われていることから、 尿素水を補充する体制を整えた上で導入された。また、一般路線バス用として、日野、ポンチョが2007年10月23日から、福山市内線を中心に導入された。2010年には、高速バス用にヒュンダイユニバースを導入。国産新車よりも価格面で優れ貸し切り、高速路線問わず多数が導入されたが、車両故障が頻発したことにより近年では、 高速路線については、三中古車による代替が進行している。両ソナエホールディングス参加となった後、順次車両に、両ソナエグループの CI ロゴ、旅備グループ旅備と新車称、両ソナエホールディングスと同じが入れられた。一般路線バス車両は、両ソナエバスのそれに準じた、新都色、青と白への統一が順次進められているが、中古、古参車両と新車で、 デザインが若干異なる。高速、貸し切りバス車両は、旧中国バスのデザインを踏襲しているが、メイプルハーバーカブとがニ号、ドリームスリーパー、スペリオルクラスなどの高速車や、2017年に導入された貸し切り車、ビンゴスターは専用デザインの車両が投入されている。両備ナグループ入りにより、親会社の両備ナホールディングスのものに準じた、車両番号が付けられた。 車両にはアルファベット1文字と4桁の番号が付けられており、以下の法則に基づいている。なお、更新、改造を実施した場合は、改版される。例、F0709。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。